していただいたただと思うんですけど見事優勝しましたはい <laughs> 単独じゃないんですけど <laughs> 審査員票会場票視聴者投票すべてを抑え白組を完,完,封です、ね、<laughs> 完封完封ですよこれはすごいぞとこれはみんなの力でつかみ取った大勝利だ よくやった。うん。いや、あと圧勝だったかな。正直。<laughs> <で> <laughs> こんなうざくやれる。僕。や、勝ったな。勝ちましたね。うん、あれは本当に嬉しかったな。勝ち筋見えちゃってた。うん。いや、本当、あの、令和ロマンとヤーレンズとかみたいな、あの、僅差じゃないよ。もう。だって、審査員の。ばかりさんとか言ったじゃん。それが。 もう真っ赤っかだったからびっくりもうあの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 だった本当にすごかったうんいやだから完全勝利を収めた上でまあ僕から一言だけ言わせてください全員が素晴らしかった、うん 赤も白も素晴らしいうんそこに勝ち負けなどありませんでした <laughs> 音楽はね全てが尊くそして誰のものでもないのよはいそう思いますうんいや最初からね、まあ、ボーダレスって言ってましたし今回はい勝ち負けじゃないじゃないですか音楽ってそうだからうんそうなのよだからそれいう賞レースとかもないわけであるし もうだから本当その「ボーダレス」というさ「紅白」の会に出れて参加できて本当に良かったで本当ほガッツポーズなんてもう絶対してないですし本当にあのみんなと仲良く和気あいあいとできて本当に良かったです、うん、本当にいやー嬉しかったですよ皆さんとこうみんなで作って赤も白も最高うん ありがとうございました。あの、ここまでのお相手はアノでした。出会いがあれば別れもある。笑顔でまた会おう。会おうじゃないのよ。<laughs> ずっとうざいね、ちょっと今日冒頭から。<laughs> 間に合ってなかったし。<laughs> いや、もうちょっと、ちょっと冗談はさておき。出てきましたよ、紅白歌合戦。みんな見ましたか見たかうん、みんな。 見た、本当にブースの方方。見た人。ああ、うん。本当に見た。いや、一人見てない顎が。<laughs> 後ろ向いて、あの人、本当にもう、この。なんでいるの。<laughs> 見て <laughs> でも。一切振り、こっちのね、目も見ないから。ほら。絶対微動にしないやつが一人いるの、マジで。 怖いわー。約込め書いてる。約込 <laughs> め書いてる途中ですか。<laughs> ごめんねだとしたら <laughs>。まあでもみんな見たということで、もうありがとうございます。はい。いや、それ見るよね。なんかね。そう、なんかすごいことなっちゃうね、紅白。もう、もう、で、僕はあの参加者だから。正直ちゃんと全部見れてないんだけど。もうってんやわよ、もう。 こんなこんなバタバタするっていうぐらいすごかったでもまあなんだろうまあ、ちょっとね調子はそんなよくなかった正直うんなんかねまあ正直あの <laughs>「紅白」までに結構、まあ、毎日歌っててこう、まあ、レコタイもあったんですけど「カウントダウンジャパン」っていうあのフェス があったのねレコイの前日かなんかにその最中にもう喉が「わこれや,っちゃやばいな」っていうのがありながらただもうライブだから出し切ろうっていうのでちょっと後先考えずにこうめちゃくちゃシャウトもしてたし普通に歌っててただもうその日やばすぎてその夜針,なんかって針治療みたいなのがあるの、それやると喉がちょっと開きが良くなるとか。 なんか熱がこう喉にある熱が下がるみたいななんか喉に刺されるのもうこうやってバンバンバンってでなんかそう初めてやってそれもでも痛いんだけどもう痛みももうどうでもいいぐらいなんかもう体調がもうとにかく悪くて喉がとりあえずもうほんとギリギリだからもう急ピッチに来てもらってでなんかもう死んだ魚のよのにもう。 グー,グーって刺されたたびピクって鳴いながらやってでもまあでもこれで明日も乗り切ろうみたいな感じでカウントダウンジャパン,バン終わってるとレコータイやったけどその日も確か朝やってもう準備もめっちゃ整えた頑張ってもう喉生放送だしっていうのでやったけどもうこんなしんどいテレビ歌唱初めてだったもう。 ちょっともう何か脳も回んない感じな自分がな今何をしてるんでしょうここはどこでしょう JUJU ジュジュさんみたいな JUJU <laughs> ジュジュさん隣にいるけどみたいなでなんか、まあ、安住さんがこう司会者であの川口春奈さんと安住さんがで安住さんまたいてうわ前なんか音楽の日かなんかで中居さんとうわ なんかフラッシュバックするみたいなあのちゃんが出てきてしまうみたいなそしてあずみさんがなんか「その僕が衣装で着てたグローブを気になったのがすご,すごいスタッツついてますね」とか言われていや僕もう,もう頭回らなすぎてこう殴っちゃって <laughs> 殴っちゃってとたか殴るふりしちゃってもうほんと顔のミリまでやって <laughs> うわやばい生放送だったと思いながらもう,ん、うぐわってやって。 もうそれもちょっとなんかすごい困らしちゃってもうでももう僕歌の方に頭行きすぎての喉がとにかくやばいって思って超なんか「うんもうなとにかく殴るふりで「はい」はい、とかでいいじゃん「そうグローブスタッツすごいですね」って言われたら「はいそうです」って言えばいいのに「グッ」っとデキって,って <laughs> よくない」。 お客さんもいいっぱい居たう、ねまあ、あのちゃんが「昼がなあのちゃん出てきてやばいやばいよ今回は本当に真剣にやらないと喉が」っていうのでやったけどもうすぐスタンバイで歌ってまあ悔しかったですねちょっっとももももう顔も引きつってたたかかしししれないもしかしたらちゃんとまあ歌いきれたんだけどもう、まあ、んかいいいい経験というかすごくはこんな日もあるんだなみたいな感じでした。 ただもう「明日紅白やべえ」みたいな1年の最後だから最後の最後で来,て来ちゃったなっていうもうやっちゃったなっていう感じがちょっと僕の中で結構あったもうずっと調子よくちゃんと歌ってたしなんか、まあ、仕事もさ集中してきたじゃんでも一番見られる日だよみたいな本当にその日一番うまく歌いたいというかコンディションよくやりたいのに やっっちまったみたいな感じだったけどまあそう、ま、でリハとかもなんか「紅白」リハなんか多いねすごくまあそのぐらい必要なんですけど怖のあ,あ,あお疲れさまです,すっごいギャルが <laughs> ギャルズが <laughs> 見てきてくれましたけどあだからほんとそれであのリハも多くて ぐわーみたいなでずっと大泉洋さんが隣にいるし <laughs> なんか「レコじゃない紅白」ってなんかいろんな人で喋れるって聞いてたの。 それはなぜかというとのデンデン電波あの電電電波あちゃんの「電電電波」で JO1 が来た回があって JO1 がなんかすごいいろんな人と写真撮ったりできますよみたいなチャンスですよとか言われて1回出てんの JO1 さん今回で2回目でだからすごいアドバイスくれたり俺たちなんなら取り巻きしますよみたいなあーよかったみたいなここ安心だなって僕やっぱソロだからちょっと心細いのグループ多いしっていうので。 まあなんか良かったなと思ったらもう当日もリハもレコータイム JO1 一切一切取り巻きはしてくれませんでした <laughs> はいもうちょっと着地だけ <laughs> 嘘つき <laughs> もうなんか「お疲れ様です」だけだった嘘つき「<laughs> あおもちゃん」みたいなのもなかったんか,っなんかしかもコメントもなんか「全然やっぱと出た時はコメントもなんか 友達になれたたた気がしましまたた出してたのでもうなんか「お疲れ様です」みたいな「ねえ!」と思ってまあね集中してたんだろうけど緊張もあったり集中してたんだと思うけどまあ暇じゃないのよ JO1 はそんないやだから結構バタバタそんぐらいバタバタしてて裏ではで大泉洋さんだけ僕はもうなんか大泉さん本当ほんと常になぜか隣にいて。 あいつはもうどこにでもいる暇 <laughs> <laughs> 一人人唯一暇なながいました泉さん <laughs> なんかずっとなんかえ「えっ僕私服で来ちゃったんだけど」みたいな <laughs> え「みんな衣装みたいな <laughs>「あのちもそれ衣装みたいな聞いでリハでね <laughs>「みんな衣装でこれやるんですよ」って言って「 僕聞いてないよ」とか言って <laughs> あ「あじゃあよろしくね」とか言って <laughs> それがもうほんといろんな僕出番なんかがあったからそのリハーサルごとに絶対大泉洋さんが隣にいて安心したけどほんとんか「紅白」でもちょっとムードメーカーみたいな感じでいやだからそうまあその大泉さんとかあとはなんかじ 事前番組みたいののがあって紅白のそれが山里亮太が MC ででそれ生放送で出るほんと直前「紅白」の出番直前に出るんだけどそこでなんかあの僕と乃木坂さんとか、まあ、アイドルさんとあとなんか鈴木さんって人が鈴木さん中んかすごいあの <laughs> 一般人じゃない <laughs> 一般人じゃないよ。その鈴木まあ マーチンみたいに呼ばれてる人すごい鈴木さんがいて <laughs> そすごい鈴木さんだと思って隣にずっといてでもなんか本当にすごい人ででもなんかねすごい意気投合してその生放送で <laughs> え鈴木さん、ま、マーチン鈴木さんとめっちゃ意気投合した本当になんかなんか忘れたけどなんかお,お,とお互いお乙目座 乙女座でなんか「えめっおいちゃん乙女座一緒なんだけど」とか僕言ってましたらなんか「うお」みたいになってでなんか結構昨日のあのちゃんが出てた番組見たよとか言ってくれて「えで出てよ」とか言ったら「いいよ」みたいな感じで超仲良くなってたらそのまあその出番も終わって「なんか喉の調子悪いんだって」ってなんか知っててくれて「これ」って言って「の,のど飴」俺が使ってる。 ノダメあるからあげるって言って、うん真っ黒のね <laughs> 真っ黒のノダメをくれたの、ややしくない？鈴木さん <laughs> 見たこともない真っ黒なノダメくれて、龍学 <laughs> さんとかするんじゃない？なんかなんかアルファベット書いてるピーピーって書いてるピーって書いてる <laughs> 真っ黒のま <laughs> グラムのダーメンをくれてなんか缶しかも丸ごと缶から丸ごとめっちゃ優しくないだからすぐなめたそれがめっちゃいいの本当にそれが超良くてなんか最初はちょっとあなんか喉に効きそうなあのに苦みというかなんか独特な味してただ後味が超甘くて美味しいの。だからすごいもう あのそっからずっと舐めてる僕超おいしいなんか鈴木さんの味がするすごいおいしい自家製かな多分多分ねす,、まあ、すっごい真っ黒のピーだったから多分自家製だと思うなんか鈴木さんが作った感じした <laughs> <laughs> そうだから鈴木さん超もう大好きになった僕本当にはい肌もめっちゃ綺麗とか言って本当に本当にいい人だった でだからちょ,ちょっと安心した鈴木さんがいて <laughs> 鈴木さんのおかげで喉もねちょどんどん潤ってってもうあとはもうもう鈴鹿とかもずっと人と喋ってたから鈴鹿ちゃん鈴鹿さんあのあ私がこのリーダーズのでもねいろんなえっ、ー、とストレイケッツさんとかあのニュージーズさんとかあのえっ、ー、と ビーファーストさんとかほんといろんな人に果敢に超話しかけてるからほんとすごいなと思って僕はずっと携帯いじってるのにさリハ <laughs> <laughs> いやもちろん真剣にやってるけどもう人見知りがどうこうえ超えすぎてねずっとなんかニュ,、ね、ニュースとか見てましたけど携帯でリンダーズがガンガン行ってる間いやもうダメそういうとこだよねうんなんかやっっぱちょっと もっとね本当喋りたかったうん難しいわ、まあ、あと有吉さんね僕有吉さんがいてよかった本当にリハとかでもなんかつ X? でもなんか僕「カニ食べたいカニ食べたい」とかずっと言っててんか調子悪い口に <laughs> 言ってたら有吉さんも「フグ食べたい」とかつぶやいてたり。 みなみもそういうの買って塩辛食べてとか言ってたからなんか有吉さんに会った時「フグ食べました?」とか言ったら「まだ食べてないのよ <laughs> あのちゃんがカニカニ言うから食べたくなっちゃって」とか言っててで浜辺みなみも「私はまだ塩辛食べてない」とか言って超ほのぼのトーク <laughs> 本当に超ほのぼのトークだフグ, <laughs> フグ食べれたかな有吉さん食べててほしいなポン酢たっぷりで。 だから本当そんな感じでリハはまあ僕らしかかったかな <laughs> 山里もいたけどもうね生放送だったからね山里とは喋ってないなんか山里その日別の生放送もあったでしょなんか昼になんか放送事故した。 なんかロケの中継でなんか頑張れるやのやつそれでなんかちょっと顔が喪失してた顔がすごい真っ青だった何回か喪失してるから頑張ってよ頑張って漫才もヒットパレードめっちゃ間違えてたから目の前で見てたから顔面喪失してるからねうんデイデーもねいつも喪失してんの見てます ラジオだからまあ本番ある本番は本当にあの楽しくてか超楽しかったの僕紅白の本番もう今までのテレビ歌唱で一番やっぱ楽しめたかな。で喉ももう調子は悪いけどもう頑張ろうっつって頑張ってでて。 行かれたマチアゾンビアなのかのおじさんみ,みたいなとことかはもう本当にフルパワーで歌わないとちょっとうまく出ないんですけどもそこもそこめっちゃ綺麗ね僕的に歌えてもう「はあ」みたいなでもほに多分誰よりも楽しめたとてもう緊張ゼロだったから僕緊張しないの本当にただただ調子が良くなかったっていうのがあるんだけども ほんと楽しめたで歌ってる途中も僕有吉さんの方見たからね有吉さんと目あ合わせたりとかしてまあ有吉さん気づいてるか分かんないけど気づいてると思うぐらい目合わせたりとかあと上にあの千鳥のノブさんがいて応援してくれてて盛り上がっててそれも見て笑ってたからそんぐらいちょっと楽しめたほんとに楽しめましたね衣装も可愛くてまあ、でラストですね夜遊び のアイイドル。で、インターネット大爆発。うんそりゃそうだって思ってあんなバズ中のバズでだってそもそもバズってたんだもんだってゲボバズりだろあんなあんなもんようんねまあそうねまあそう知らない人いるのかないるとは思うんですけど中にはそう YOASOBI の「アイドル」って曲でこうアイドルがバーって出てくる演出だったんですよいろんななんか知らんよくわかんないいろんなアイドル「その紅白」に出てるが出てきてなんか順番でパフォーマンスしてくみたいなやつででそこに僕,僕と橋本が橋本環奈がで橋本環奈さんがあの2人で出てくっていう同時にそういう演出があったんですよ。 うん、天使と悪魔とかいうあのね写真が昔バズったのねネット上ネット,ネットミーブっていうのネットでバズってそれが結構ちょいちょいなんか出回ってそうもちろん橋本環奈ちゃんが天使ねで僕が悪魔の方で使われてるんだけどまあでもネットじゃん言うてもだから別に触れたことも僕一切ないし環奈ちゃんも,もちろんないんですけどただそのだから。 僕アイドル出るって聞,か聞いた時にえっ何したらいいんだろうみたいなこんな多分そうそうたるメンツの中どうしたらいいのみたいな僕もうア,アイドルやってないしそれこそカンちゃんもだけどだからどういう立ち位置と思いながらもで練習動画みたいなこれが振り付けですみたいな,なんか結構キンキンに来てえー、でもなんかもう僕他にも覚えるものいっぱいあったから頭がなんかあれで あんま見てなかったのでそれでちょっとね見たら「あれなんかあのポーズしてんな」みたいな <laughs> でもちょっと「あーまあそう見えただけかな」みたいな感じで <laughs> でそ、あのー、ちょっと30分ぐらいあの直接教えてもらえる時間があったから行ったら「やっぱりしてるな」みたいなあの天使と悪魔のポーズを「ああ」みたいな。 なるほどみたいなそれかバズりに行く感じかうん <laughs> しろってことしろってことかどっちだみたいな思いながらポーズどうしたらいいですかって言ったら「あの好きでいいですよ」って言われたの。え試されてる <laughs> 待ってだってでもあの動画は動画も今あのダンサーさんがやってくれたのもこの悪魔と天使のポーズじゃねみたいな。 えどうしようかなどうしようかなと思いながら僕はあじゃあ多分やんないのかなみたいなでもまあ当日橋本環奈ちゃんがに合わせようかなって僕はもうっていうので当日リハ何回かあったからそこで橋本かんねちゃんとまあリハの時は別のポーズをしたしててお互い 安定した悪魔のポーズじゃないのをしててあ違うので行くのかどうなのかいやこれちょっと喋んないとなって思って合わせないとじゃん多分だからこの人見知りの僕が「ポーズポーズどど,ど,どうしますか?」って言ったら「ねどうしますかね?」みたいな「あどうしゃべたいですか?」みたいなえ でああいや僕はあのもうカンナちゃんが橋本カンちゃんがやるならやりますやらないならやったらおかしいのでやらないなら僕はやらないっていうか別のポーズしますって言ったら、まあ、面白いんでやりますかみたいに二人じゃなってやることになったんだよねもう最後の選択はこの二人だったやるかやらないかはだからそこで決まって 本番はきっちりねその天下悪魔って言われてたポーズをさしましたそしたらもうインターネット大爆発まあそりゃそうだよねなんかでもあそこまでこう話題になるとはなんかさそこまでいくと思わなかったかなでも <laughs> 知らない人もいるじゃんだって所詮ネットだもん所詮っていうかネットでバズったやつだもん だからみんな知ってたんだなっていう <laughs> 感じはい今の話もバズるかもしれないなネットニュースにして大丈夫ですから <laughs> これは <laughs> いやだからほんといろんなことがありましたね楽しかったとにかく面白いよね紅白でねその 遊びアイドルでや,やんなきゃいつやるのって感じだしね環ナちゃんとのやつその前ちょいちょいバラエティで会ってたけど一回もこう写真撮ったりとかしてなくてよかったねし,しないしてなくてよかったほんと <laughs> ここでね出すっていうはいなのであの赤組が勝ちましたはいあで僕なんか 緊張もししなかったし別になんか感動とかなかったんだけど僕最後の最後の「蛍の光」みたいなみんなで歌うやつあんじゃんあのエンディングであの時ちょっと本当に泣きそうになっちゃって。ていうのもあのバイト行ってた時のこと思い出しちゃってバイトのああのの閉店の音楽なんですよあれそれを僕ちょっと思い出しちゃってあやばいバイトしてた時のこと。 あの時なんかもうほんとに学校とかも行けてなくてこの先どうしようみたいななんかめっちゃどうしよう友達もいないしでバイトも全然怒られてばっかでなんか客にもキレられるしやばいどうしようみたいな時にずっとその「ホタルの光」が流れてるなんか日々が思い出しちゃって「あでも今『紅白』のステージ立ってんだ」っていうそこで最後の最後で。 うわーってちょっとなっったちょっとねこれは変なここでと思った僕もちょっとそうだから感動したかな少しはいやでも出れてよかった本当に楽しかったしうんね裏の人のこのねあの努力というかその大変なんだなっていうのめちゃくちゃ分かったというか伝わったしすごいですねすごかったですはい あとでももう一つ皆さんちょっと忘れてないですかちょっともう一つあるじゃないサスケ2023フィッシュボーン完全制覇あのです。<laughs> うん。これ大事よ。あの、オールマイト日本ゼロでは特に。これは話さなきゃん。このラジオのね、初回から言ってきたサスケ出場が、 年末に実現されましたねいやー水には落ちなかったと完全制覇を匂わせていたんですが結果は時間切れでしたいやーフィッシュボーンをえた瞬間うん時間切れだったねいやフィッシュボーンを乗り越えてなんか燃え尽きてもうなんか山王戦みたいな感じでしたもうフィッシュボーン 乗り越えた瞬間、ブザービート。うん。ブザービートだったね。あれは本当に熱かったよ。<laughs> くいや、くいやもう第ロ巻流れました。あの瞬間。うん。いや、フィッシュボーン超えれたよ、でも。超えるとは思わなかったの、でも。むずいもん、めちゃくちゃ。 いやでもさこの放送直前何度も「この絶対ラジオ聞いてくれ」とかさ言ってたと思うんだけどこの時間切れを鬼叩かれると思ってたんですよ僕。いやなんかやる気ないとか言われるんじゃないかとかちょっと炎上炎上じゃないけど叩かれてないかなってやっぱこいつ落ちないためにめっちゃ超時間調整したとかゆっくりいってるとか思われてるとかなんかいろんなこと思われちゃうんじゃないかっていうのがあって。 ちょっとののね、ラジオ聞いてくれって言ってたんだけどなんかめっちゃ褒められたうんあの「スポーツする」って褒められます「いや s u k 本当に反響やばくて「紅白」も相当遅かったけど「サスケもめっちゃすごくて本当になんかめっちゃ良かったよってすごいとこまでそんないけるとは思わなかったみたいなちゃんと落ち着いてたしみたいな感じですごい褒めて。 お褒めの言葉をいいただいてあのまさかでしたでもね、まあ、時間切れしたのも一応理由があってとにかくゆっくりいけってアドバイスをもらってたんですよ落ち着いてねってっていうなんかねほんとギリギリまでそれを言われてたいろんな人からなんかみんなあそこに立つと緊張しちゃうって焦っちゃって急いじゃうからとにかく落ち着いてみたいな。 言われてたから「あそんなそんなか」っつって落ち着いこっかっていうので落ち着いてやってたらなんかね緊張だからしないのよ僕 <laughs> しないもんだからなんかいつも通りなんりマイペースな感じになっちゃってすごい落ち着いてやってたらもうなんかブーブーブーってタイムリミットの音鳴り始めちゃってえってなって。 やってみないと分かんないねあのタイム感はちょっと反省したもうちょっと早く行けるとこあったよねみたいな落ち着きすぎたマイペースすぎたな普通に「公式に上がっってたた写真超笑顔だ s a s サスケ上の指差しながらさなんかピ,ピカンみたいな笑顔でさ全部写真集みたいな写真だったから公式の写真が。 パンフレットかなサスケのってめっちゃいい写真だった <laughs> なんかね「サスケのに体験しに来たのかなみたいな体験施設での写真ぐらい体験施設のパンフレットじゃんあれも「ここで SASUKE 遊べます」みたいなさ「楽しい」とか言ってわざとそれをね撮った写真ぐらい本当にいい写真いい笑顔だった いやだから結局サスケも楽しんじゃってんだなみたいな。だってあれあのあれ本当に寝てないよさ3日間ぐらいまともに寝てないご飯三3日間ご飯は食べてないからその状態であんななんか可愛かったし <laughs> なんか美女よかったしうんなんかちょっとすごかったね。<laughs> いやだからやる気ないさそうには、ね、見えてたかもだけど、まあ、アドバイスのもと楽しんじゃって。 だからファーストステージやってみての感想だけどま時間時間ちょっとマイペースすぎたほんとに正直あのフィッシュボーンは超えれるとは思わなかったけど超えたとしたら新エリア新なんか何なんだっけ名前の黄色のやつな黄色の回るやつはぐるぐるあれやってみたかった。 初登場初体験初、体験じゃない初出場にしては本当にいい結果で良かったけど、まうちょっとその次のやつやってみたかったね。正直にね、脳トレはしてた。シミュレーションは。いや、でももうブザービート鳴ってた。もうブザービートだったもん。<laughs> 燃え尽きたもん。悔しい。あれが三能戦だったらな。 いやもうゴールしちゃってたな <laughs> <laughs> 全然半分ぐらいあなたあるけどね <laughs> いやでもねそううーんまああそこを実際やるとめっちゃむずいやっぱ練習とかとも違うし水があるからバランスも取りづらいしでもせいやは何年ローリングヒルで落ちるの <laughs> もういいってもうローリングヒルで落ちるの <laughs> なんかねローリングヒルもでも本当にむずいのあれは確かにあの見てるだけの時はせいーにも「なんであそこどっちんの?」とか言ってたけどいやあれはめっちゃむずい正直本当に超むずいなんかね回っちゃうのよその下のロールがあの本当にコツつかんでやんないとあれをね 本当に難しいあと飛び乗る飛び移るのもすごく難しいの回っちゃうのどっちかに体重かけたらもうなんかコロコロ,ロっていっちゃうから結構ねもうとっさの判断とかも結構しちゃうでだから、まあ、確かに落ちるかってでももう落ちないでよそこで <laughs> <laughs> 僕だからその日もなんか生放送の歌の歌唱あってその前にホテルで部屋で。 楽屋がそこだったから見ててもっと落ちてると思って <laughs> それで自分の出番終わってすぐ出番行ったけどいやだからちょっとフィッシュボーンで時間切れだった2023の「SASUKE」どうしますかみんな「SASUKE2024 <laughs>」<laughs> どうしようかなどうどうしますこれで終わりでいい <laughs> これでで終わりでいいのかどうなんだあの新エリアに行くべきなのかでも泥,泥水には絶対落ちたくねえ泥これはマジだこれはマジなんだ泥水に落ちたくねえでも2年連続時間切れ大丈夫かもうクリアするしかねえ最後まで次出るとしたら いやまあ「どうする」とか言っても出るって決まってないんですけどね <laughs> 出れる程度言ってるけど全然「出れ」んで出れると思ってんの <laughs> あんなマイペースにやって <laughs> いやでもありがたかったです本当に一度はね経験してみたかった s a s だったので楽しかったな本当にいい経験です本当にあのお誘い頂きありがとうございましたということで今週も初めていくぜ「アナのオールナイトニッポン 来週録音です。<laughs> こんばんはあのです。来週録音です。はい。ちょっと言えないビジネスの関係でどうしても生放送できず、金髪ビジネスと並行して行われるシークレットビジネス。なんですかね。まあ、ごめんねだけど録音だよ。今日は生放送です。はい。まあ、録音恒例のメールを読まれたことがない初心者からのメールも募集してます。 その場合懸命に初心者と書いてください前の録音の時一通もね読まなかったけど今回は絶対読みますはい本当にマジで本当にリアルガチで本当にお願いお願い <laughs> これは本当のやつか前回ちょっとその50分ぐらいオープニング話してたんだよねだから無理だったんだけど次は絶対読むからさ今回は絶対読む 前回送ったんだけど読まれなかったやつとか送っていいからさお願い <laughs> 再送ってやつうんお願い今週の金曜日中にね送ってあのもらえるととっても嬉しいです頼む <laughs> お願い <laughs> お願い指ハート <laughs> 来週ねだから録音ってことでね で、一部がそう一部テチなのクソだるいんだがテチなんでしょ今日テチのねパーカー着てるのやばいやばいよやばいよって書いてあるパーカーもらって今日パジャマ着てたんだけどちゃんとこれ着たテチかー一部テチだとさーちょっとさ録音バレんじゃん録音がバレちゃうよやばいよやばいよ やばいよやばいリアルガチでなんで通うなんでかようなのテチいつも生放送してんじゃんえゲスト誰あレであテチだけかいやだからちょっとさハワイから帰国直後に僕のラジオ来たくらいさ生放送にこだわってる最高アロハじゃんあの人もう本当にバレたくないんですよ僕は嫌だバレない 僕はやだてっちちゃん <laughs> もう違う場所で生放送してることにしようかな。ちょっとほんとにやだ。あのちゃんやばいよ。俺生じゃないよ。それやばいよ。とか。なんであのちゃん、俺まであハワイから帰って生放送したぞ。とか言ってくるよ、サイコアロハが。嫌だよ。だから違う場所でも生放送したことにする。 てかしたい、そうしたい。オープニング生放送してるフリするかもしれません。てち対策でね。うん。てち生放送してるよ。本当だよ。本当にラジオしてます。てち <laughs> 生放送だよ。本当ラジオしてます。本ラジー。ひ <laughs> ょこ。あのチャンネル。本当にラジオしてます。ひょこ。

ひょっこ、ひょっこ、本当にラジオしてます。<laughs> 楽しい、ほんらし <laughs> あのチャンネル、ほんらしい。本当にラジオしてます。<laughs> あのチャンネルあるのよ、本当に。<laughs> いやー、面白いわ。<laughs> あれ、本当やったわからのようないわ。はい、ということで。<laughs> どういうこと? <laughs>。 100!100!

で言わないやばい <laughs> はい、さてさてにしようさて <laughs> さて生放送ですので番組ではラジオ聴いている方からもメールで参加してもらいたいと思いますリアクション感想メールをお待ちしています受付メールアドレスはあのアットマークオールナイトニッポンドットコムあのアットマークオールナイトニッポンドットコム ANO であのです <laughs> X はあの n n 0でたくさんつぶやいてください さて、この番組はライブ配信アプリの一七でも東京、中楽、有楽町、日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお届けしています。一七のアプリをダウンロードして、オールナイト日本ゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見ることができます。オールナイト、とができます <laughs> オールナイトニッポンゼロぜひ17でもお楽しみください。はいじゃあここで1曲この間出しとあのデ「UIHeaven」です。 私のエと龍に乗るあのちゃん坊やうーウロコがザラャラしてて乗り心地悪いうー背中ギザギザでチクチクして痛いもうやだ下ろしてやだねキモイ。あののオールナイトニッポンゼロ 寝心地悪いしいい子じゃないしねんねんできないおいでおいでほらこわくないからおいでほらきたあのの「オールナイトニッポンゼロきたね <laughs> あのですメール読む <laughs> ラジオネームストームさん レコ体では確か金髪だったと思います。でも紅白の時は黒髪でした。すごい鈴木さんの真っ黒な喉飴なめた瞬間黒髪になった。<laughs> <laughs> いやそうかも。あれやっぱなめた瞬間どん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 ね黒くなってたね <laughs>。いやあのほんと飴すごいから効果やばいから。ちょっとね僕も。 変わっってちゃったねなめた瞬間もう黒かったから <laughs> いや確かそうレコタイは金髪だったのそう前日のだからレコタイ紅白でも連チちゃんだったからみんなもえ昨日まで金髪だったのにとかそういう感じだったと思うんだけどレコタイは金髪でオールバックしかも初めてかなオールバックは黒髪でもなかなかしてないし金髪で初めて黒あのオールバックで。 で初めてあの衣装もパンツスタイルでやりましたねもうそれは決め,決めてたもう前からで答えはもうオールバックで行くって決めててじゃあ格好もあのスカートとかいつもの可愛い系じゃなくてちょっとあのメンズライクな感じで誰よりもかっこよく言おうよみたいな感じで衣装さんと話してこういう感じでっていうのを渡して作って特注作ってもらって。 で紅,白は黒髪紅白もねすごくあのでっかいタスキをもう違和感あるようなでっかいタスキを掲げて歌うっていうあれもほんと手作業ってほんとに全部特注でビーズ細かいあのビーズがね携わられてて <laughs> すごいほんとに言葉わかんないですはい。けどもんにあのいろんな人の 協力あってでしたもう衣装は誰よりももうやっぱ気合い入ってたんじゃないかなうん数時間後にさ金太郎がさ <laughs> あの衣装をちゃんとあのコピーしてたからね金太郎さんすごすぎ 僕はヒットパレード出てものまねのコーナーが最初になったから「え金太郎さんだ僕のものまねしてくれるの嬉しい」と思ったらもう「紅白」の衣装まんまどっからどうやって作ったみたいな絶対寝てないでしょ <laughs> すごい多分もう急ピッチで作ってって感じだったと思うすごい嬉しかったやっぱ金太郎さんめっちゃ寝てない僕のまね 似てんだけどめちゃくちゃゃくすごいしかも面白いってさやっぱモノまねってさ似てるのもすごいけども面白いも持ってる人すごい面白いすごいすごいアドのものまねしたおばたのおじいさんみたいな人もいたおばたの人みたいなのもいてあのもう真っ黒 <laughs> あれやばい本当に誰ってあれは全身黒タイツとかでウィッグ つ,つけててたののかなおばたの人々って人ほんとすごかったねえもうめっちゃみんな似てたわほんとあの江原正宏さんのあの何でしたっけミセスミセスグリーンアッポの人,人もすごい似てた面白いはいラジオネームはてなマークさん サスケの初挑戦でフィッシュボーンクリアはマジ衝撃でした正直スカーフ掴んでグイーンって進むやつで途中手離して落ちると思ってましたすいません <laughs> あれねあのスカーフ掴んであれはまあさあやっぱ僕あれ練習も一切ゼロだからあのスカーフのもうなんかどんな感じだろうと思ってちょっと行くときマジで時間かけちゃったんだけどあれはそんなりやればよかったな 結構ねできたであ,あのなんとなくあのおり落ちる時に多分反動であの水に落ちちゃうのよ僕相当サスケ見てるからそれで落ちるの分かってたからちょっと手前で落ちたんだよね落ちるというか手前で降りたのだからクリアできたうんいやちゃんとサスケをちゃんと見て研究して挑みましたから。 いやもう確かに握力がね大事だから落ちそうだったかもしれないそのために3日間飯食ってねえんだこっちはそれ合ってる合ってますからこれはうんだって1か八かじゃもう体が軽かったらいいんだもんあれ重かったら落ちてる可能性あるからね全然すごい軽かったねあの日体がそうそういう結構なんか自分なりに あの特訓というかちゃんとサスケのために整えたね体をあんまり寝ないとあんまり食べないこれは功を阻したうんプラスの方向に働いてよかったほんとにマジでほんとあの日はビジュアルも良かったのでねっねっそうですよねもう一個読んでいいですか はい、ラジオネーム「魔法の言葉ウンバブさん」「来週の手チ対策ですが100当にラジオしてます」って始まった後本当にメール読みます」と言って事前に送ってもらったリアタイ風のメールを読めば録音だとバレないと思います <laughs> みんなの協力が必要だわこれ。<laughs> みんなで手チを騙そう <laughs> 騙せすの あのチャンネル、ここ本当にラジオしてます。本ラジー、本当にメールやります。これだ、これやりましょう。 の,ちゃんのラジオが見られるのはライブ配信アプリの17だけ誰でも簡単に無料で楽しむことができるんが「オールナイトニッポン ZERO」ぜひ「17」でも楽しんでくれメンスアナの,の「オールナイトニッポン ZERO」マグロの発生に無さできたあのちゃんよーし狙うはオーマのクロマグロよし次だ。絶対取るぞ。うーん2万 2や、5000円うもうどうにでもなれ5万円あのの「オールナイトニッポンゼロはあ1億あのですメール読むラジオネーム田原マナーさん てちは一部のオールナイトニッポンをやった後次の番組に乱入することを生き甲斐としているので来週生放送風な放送をしててちを騙したらそのままそのスタジオにやってきて不思議そうな顔をしながらしばらくそこにいると思います <laughs> <laughs> やば <laughs> あれ俺やるちゃんあのちゃんは <laughs> やばい想像できたやばい <laughs> これ本当にしそうじゃない 本当にラジオしてるって、って本当にラジオしてますって言ってんのあれ、あのちゃん本当にラジオしてるのか。本当にラジオしてるの出てこないわみたいな。出てきてよとか言って、本当にラジオしてますって僕ずっと言ったんでしょ。どうや本当にラジオしてんだよ。ええとか言って、見て、それ見たいね。 なんか定点でさぁ取っとく <laughs> 配信しちゃう <laughs> 定点で一 <laughs> 七だけ生本 <laughs> 当にラジオしてますで本当にラジオしてるんだもんだって <laughs> いいじゃん定点でそのちょっとてちみたいな <laughs> TikTok で撮るか <laughs> TikTok 導入したから誰かだけ残って <laughs> ほんとに出てきた <laughs> いいじゃんいやーちょっとそういうのもいいかもなそうテチその乱入好きだからさ <laughs> そうなんだよなんなん,だんなんでよ,よりによって録音会でまあでもちょっとそのねテーのやつもしたいですねはいいやーまあ「紅白」は話しましたけど いろんな。去年だからえ、え何前回録音あれ放送。去年の26日の放送が、そう、録音会か。だからクリスマスとかね、話してないよね。僕の大好きなクリスマス。クリスマス僕大好きなんですよ。ほんとに。ね。あの、あんま行事ごと好きじゃないけどクリスマス好きで。イブとか、何してたみんな。ま、M1 か。M1 があったのか。そう、M1 があって、 で,で、僕あのお仕事の関係でママ、まあ、もう絶対見なきゃで,でそ,のそれ合わせてその前もあのずっと撮影とか仕事あったんだけどそれ合わせて終わらせてもらったっていうか,なんかマネージャーが調整して終わってでお家帰ったんだよねうん携帯がないふ <laughs> ざけんなまたいやだからお仕事終わって帰って携帯がないってうね M1 見る前をもちろん M1 ま,までに帰るからで帰ったら携帯ないうんまあ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 はいはいはいまあいつものかいつものかみたいな、まあ、聞いてる人はねちょっとまあ,あなくしすぎて僕そのマインドなのよ本当に携帯なくなってももうなくしすぎてはい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 ってなるのまあ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 見つかるでしょうまあ、見つかんなかったとしても ままあまあ何ままとかなるかなってなっちゃうタイプでただその日だから一応 iPhone 探そう一応やんの僕毎回一応ねその方がまあ分かりやすいから iPad 家にある iPad とかで iPhone 探すで,でその日もやったらなんかね家からちょっと離れた場所になんかあってどうやって落としたらそこに行くのみたいな場所にあって。 でよくよく見たらそれねなんか誰かの家っぽいんだよねその <laughs> はい怖い怖い話始まり始まりじゃないけど <laughs> いやでもちょっとそれをあ誰かの家の中かもって思った瞬間にいつものは「はいはいはい」みたいな感じだったけど「あちょっとこれやべえなこれ今までと訳が違うな」みたいな「ふえ!」ってなったうえぇ!」 あ,であ、でも M1 あるあでもあでもあこれやばいこれこのままあれ待って iPhone どんなんだっけ僕のあ,あのちゃんって書いてあると思って iPhone にね、iPhone ケースにねあのちゃんってそのケミオケミオ君にもらったテプラでなんかあのちゃんって書いてあるシールを貼っちゃっててもらったものだからさ一応そう、貼った方がいいかなっていうのが。 絶対あのちゃんのじゃん。わかるじゃん。だから、ちょっと、あのちゃんのじゃんつって、中身を盗む中身を見ようとしてる人かもしれないし、なんか逆にもうそれもわかんなくて、携帯、iPhone15 Pro だから、携帯を売っちゃう売ろうとするパターンもあんのかなとか、いろいろ考えちゃって、やばい、これはちょっと動かなきゃと思って、いつも僕はなんかね、あんま、だけど、今回は、 恐怖だったのので一応そ iPhone を探すで出てるところに行ったのもうたどってみたのそしたらもう暗いよだから18時とかかもう M−1 前だったらでもなんか行ったら家の前結局家の前一軒家ついて「わあこの家か」みたいな「えー、これとつるどうする?」ってなって。 ななんかしかしももめっちゃ人気もないの住宅街で知らない人の家だしそ知ってる人の家だったらよかったけど知らない人の家だからは、まあ、どうしようと思ってでもとつったとしてもじゃんこうあのー、とかね僕の携帯ありますよね」みたいな「うん、僕,僕ですけど」<laughs> とかね。<laughs> <laughs> いやこうちょっとなーみたいななんかそれでトラブってもなってやっぱあのちゃんって気づかれたば場合ちょっとやっかいだなとかっていうのでちょっとまあとつれなくてでまあその後もどうしていいか分かんなくてずっとうろうろしてたのそのまあピンがじゃあそこに刺さってるけど GPS がちょっとずれてるパターンとかなんかそっちをなんか頼りにしたっていうかそっちを願いそこら辺に落ちてんじゃないかとかでぐるぐる。 回ってて暗闇本当に怖くてそしたらなんか鳥,鳥居みたいのが見えてきてなんか怖くて、ね、神社なんか神社みたいなでも神社じゃないのよなんか物とかいろいろ置いてあるでも鳥居があってなんかちょっとなんか人形ぬいぐるみみたいなのも落ちててえ本当に怖い 本当に怖いんですけどとか思ってもう怖い怖い怖いって泣きそうになっちゃってもイブだよクリスマスイブだよ僕超楽しみにしてたんだよ何してんだよと思ってイブにいやだってクリスマスえ家にクリスマスツリーあるんだよ僕おっきいなんかいろんなオーナメントわざわざさオリジナルのなんか超いいオーナメントとか買ってえそこまでしてんのに 写真撮ろうとか言ってさ撮ったりせずにさこう知らない家の前にさぐる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 してんだよ暗闇の中女の子が <laughs> 女の子が夜中夜,夜暗い中で人もいないクリスマスイブだから悲しい「<laughs> m 1も始まるよいやもう最悪だよね今見なきゃいけないだからもうどうしようと思ったけどもう時間来ちゃったよもう。 うん、もう始まるよ。もう捨てよはい僕はもう捨てようってなりました iPhone を捨てるはい、僕は iPhone を捨てた僕は iPhone を持っていない <laughs> ですよはい iPhone を探さない <laughs> もう iPhone 探さないです、はいでも僕そういうのできんのよやっぱもともと。 家,も家の鍵なくした家がない家がなかった僕はお家を持ってない捨てるというのができるという生き方これ本当おすすめなんですけど <laughs> これができたもんだから、まあ、そっから普通に家帰って m 1見た <laughs> もう全然爆笑全然爆笑してたうんメンタル強くね僕普通に。 普通、携帯ないとみ、多分みんなはそわそわ、みんなていうか、そっちマインドじゃない人はそわそわして、ずっと多分探しちゃうと思う。あとで、M1 後で見ようみたいな。録画してみようみたいな、できると思うけど、僕は全然見たね。リアタイで。うん。うわぁ、令和ロマントップかぁ、つって。トップかぁ、つって。<laughs> っって <laughs> で、あの、敗者復活のネタバレもね、なく、携帯がないからさ。<laughs> ちゃんとなんかもう、 普通にあっ死頭かー <laughs> みたいな敗者復活うえー、とか言って1 <laughs> 人でちゃんと見てマミー終わってうんじゃあ今度は敗者復活見るかみたいな敗者復活見てない見れてないから見るかとか言ってもう携帯探せって感じなんだけど <laughs> 全然見たねエヴァースで大爆笑して <laughs>。 でスタミナパン掃じ <laughs> してまーすとかもう見ていやなんかちょっとでも隣ちょっとじじいすぎるなみたいな <laughs> なんかスタミナパンの隣の人のおじさんが気になるとか思いながら <laughs> もうちょっとクソじじいすぎみたいなでなんかもうそんな感じ普通にそれも楽しんででもうネタ。<laughs> もうね全然次の日も起きたらあるかなと思ったけどなかったクリスマスサンタさん来てよ枕元にあるかなぐらいでもうなんかさどっかから出るとかあんじゃんだってほんとになくした場所が分かんないんだもんマジでどうやったらそんなとこ行くのみたいな感じでさそれがじゃあ GPS が合ってなかったらもしかしたら家から出てくるかもしれないじゃんそれを楽しみだときはなくて。 そのままその日もまだ25だから m ワ1ネクストデーかそれも行ったちゃんともう、まあ、行くか普通にたわいもなくたわいもじゃないえっ、ー、とあのたわいもなく行った <laughs> たわいもなくってまあ通常通り行って <laughs> でも普通に冒頭から今田さんがねなんか何なんか振ってくれて話を僕にいきなりなんかこう DJKOO さんって方とかあの溝端淳平さんとかもガチ勢なわけ僕なんてもう超炎上意地というかみんなと同じように楽しんで見てるだけだからそういうガチ勢の中にちょっと入れてもいただけたんだけどいきなり「あのちゃんはなんか全然楽しくなさそうだけど」とか振って「<laughs> え振らないで」と思いながらそれもなんか映っちゃってたみたいで顔が。でも、まあ、なんか振っててくれたりとかして でなんかその時にそうでも携帯なくしたけど全然携帯なくしたんですけどそれでも m は1見ましたみたいなちょっともうエピソード的に話してそうだからちょっと、うん、そこでもういいやってあのそこで話せたからまあいいかって自分の中で思ってたんだけどでもなんか CM 中も今田さんとかが心配してくれて「え大丈夫な見つかった?」みたいな。 いやでも本当にどっか行った最悪とか僕ずっと CM 中でねでなんかもうみんなその令和ロマンとかもうんか「パスワードとかちゃんと書けた?」とか言ってくれ「ごめんなさい本当に」なんか「優勝した次の日に人の携帯の心配 <laughs>」でも心配してくれて寝てないのに絶対令和ロマンのなのにまあ心配してくれたりとかしてまあそんなねクリスマスだったの僕大好きなのにクリスマス。 でそんなクリスマスを超えでレコーダも超え「サスケも超え「紅白」も超えでヒットパレードも出て爆発して爆発的に熱を出し <laughs> 貴重なお正月に3日休み寝込むというね、はい、2024年もいい年にするぞ <laughs> いやいい年になるねこれはだって熱が出たもん <laughs> あののオールナイトニッポンゼロ。あのです。はい。あの携帯はね帰ってきました。<laughs> あの先ほど携帯なくした話でしたけど帰ってきましたね。あの次の日その二十五日の次の日。 あのお正月番組の、ね、収録中マギー・シンジとマジックしてるときに帰ってきました見つかりましたと連絡が来て帰ってきたんですね帰ってくるとは思わなかった僕正直今回はだってクリスマスイブとクリスマス両方さ携帯ないまま過ごしてるからね僕2日間でその次の日も普通に仕事行って。 もうこれは無理だって思った絶対取られてる売られてると思ったからよく帰ってきたよ多分拾って持っといてくれて届けてくれたのかなちょっと分かりませんけどさあ何も何もなんか変化なくちゃんと帰ってきてよかったです本当にありがとうございます <laughs> はいじゃあコーナーいきますか「生きるの」 くそ下手、本当に下手だから、まさに、だから、本当に下手ね。いけるの、僕が一番下手です。<laughs> ですが、まあ、みんなの「生きるのクソヘタ」のコーナーでございますあのは「生きるのクソヘタ」財布はすぐなくすしウーバーイーツでミートボール頼もうとしたら間違えてオートミール頼んじゃうし服もしわしわこのコーナーではそんな僕みたいな生きるのがクソヘタっぴな君たちに「一人じゃないよ」と言いたいコーナーですそれでは紹介していきましょうラジオネームソラルさん 映画見た後登場人人物の名前1人も覚えてないあー待ってこれ本当にめちゃくちゃわかる僕ね登場人物の名前一人も覚えてないし映画の名前も覚えてない本当にものを覚えれないの人とか映画とか曲名とかマジで本当に苦手もんや海外ドラマもわかんない何海外ドラマ 海外ドララママのキャラとかかジでわんないだから結構「v i v a n とかも覚えるのめっちゃ大変だったからなんか F とか出てくるしだから結構その共感するこれは歌詞を僕自分の歌詞は覚えれんだよねなぜかうん結構、ね、あんま間違えない方だと思うよまあでもそうだからちょっとね結構 いやかも自分はすごく映画とか見てたりすんだけど名前覚えないせいでなんか人と会話できない全然わかんないもんあと馬の名前競馬番組やってるけど馬の名前ほんと多すぎてあと何乗馬の乗ってる人の騎手騎手の名前も覚えれんもうほんとむずいね覚える覚えるの記憶力マジじゃない 3番目の「天使の遅刻さん遅刻さん」さん「カルディの入り口で配ってるコーヒーいつもスルーされてもらえない」え「え何それカルディでまあカルディじゃなくてもそういうのスルーされえー、かわいそう」えー「えっ生きるのクソ下手」ていうかなんか不運なんだろうそういうさ星の人っているよね多分なんか星がある気がする。 僕は僕も多分もらえないタイプだと思うてかもらおうともしないけどでももらった覚えがないからもらってないんだと思うなんか星あるよねそういうなこの人ってタイミング悪いなとかさこの人絶対タイミング悪い星に生まれたなみたいな <laughs> 無情ネーム正常だもんさまんる通りにある店とかまる通りを右に曲がってとか通りの名前で言われても一生ピンとこないマジ 超わかるもうほんとそうマジでさだから指示出さないあとタクシー運転手に「○○通りのあそこですかね」とか「○○通り右に曲がったとこですかね」って言われて僕もうし「知りません」って言ってるいつも「知りません?」って「知りもしません?」ってだからニューヨー「ニューヨークニューーヨクって何?」っていうその○○通りとか分かんないから通りも246沿いとか。 なんか道元わからないなんか宮益坂とかなんからかないもうサッカー多すぎなもうやめてほしいほんとにこれはちょっともうやばい「教会シー」ってやばいほんとに言うのやめてくださいるまる通りですかってお願いします <laughs> こういう人にはねお願いします今夜のクソ下手は以上引き続きキきのクソヘタ人生エアポの君からのメールを待ってます つきつきメールアドレスはあの頭コールナイトニッポンドットコムあの頭コールナイトニッポンドットコム ANO であるのです懸命にクソヘタと書いて送ってください「後頭無形とか夢の中にこそ日本人の忘れていたものがある手塚治さお送りしたのは爆弾ジョニーでただ一人でした。 オールナイト日本ゼロ終わり今夜の放送は Spotify のポッドキャストで無料でいつでも聞き直すことができます。なお Spotify では本日の放送分だけではなく過去の放送アーカイブも独占配信されていますので過去の放送を聞きたい方は Spotify のアプリをダウンロードしてぜひチェックしてみてください。 ナナでは番組終了後にアフタートークもありますそちらもぜひご覧ください日本放送ではこの後4時30分からは上柳正彦朝ら家をお届けします番組 TikTok でコラボしましたハ <laughs> ゲチャビンと <laughs> それも見てくださいあのに今夜の採用者はラジオネーム私の傘だけありませんさんラジオネームウーロンさんでしたありがとうメールを読む はジょネームボートみーさん来週のこの番組ですが17ライブの右下あたりにあのちゃんを探しに日本放送をうろうろしてるリアルタイムの手帳をワイプで写してほしいです <laughs> 絶対見ます <laughs> 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 見たいそれ <laughs> それできんのかなできるんかちょっと検討しますか <laughs> できるのは見たいけどね手帳 <laughs> うろ メジョネーム逃げるは恥だがやくみつるさんテチですが乱入は好きなのにしっかりとスタッフの指示を聞いて良きタイミングで乱入してきます急待ち人間です <laughs> 言ってやるな <laughs> いや急出さないと <laughs> 急出そうここウロウロしてもらおう <laughs> 急出してちゃんと出るのかわい,いほんとに乱入してる <laughs> 本当に何入してー <laughs> いやちょっとテチにはっやってもらいましょうできるのか知らないけどテチ何も知らないですだってこのね <laughs> 僕も今ほんと手だ言ってるだけだから本当にできるか分かりませんよできたらいいなというお話でございますよはいジョネームコールマンさんひョ リスナーチャンネル、本当にメール送ってます。本当に落ちしてます。知 <laughs> ってるんかい、もうじ、ん。<laughs> トイレから送ってるんか。本 <laughs> 当にメール送ってます。本 <laughs> 当に落ちしてます。<laughs> あれ、すごいよね。本当、けんと、OK、なんだけど。めっちゃ笑ったもんな。おもろ。百、百。 スナーチャンネル。漫才行くぜ。<laughs> 最初のマニアの入り。ファイリー <laughs> 漫才行くぜ。可 <laughs> 愛くない?誰。誰、ま、なんて名前だっけ?。あの丸い方、あのうんちしてる方。うんちしてない方、本当にうんちしてる方が麻婆ーーで、本当にうんちしてない方はおじさん。<laughs> その、めっちゃじじい、なんか。 結構名前、名前知らない、名前ない、なんか多分おじさん、<laughs> ネクタイがずっと曲がってた、なんか。その人で、本当にラジオしてます。<laughs> 本当に番組終わります。<laughs> ということで、なん、んそういうことで、だめだね、こんなあった。<laughs> はい、ここまでのお相手はあのでした。出会いがあれば、別れもある、笑顔でまた会おう。 の感じなのかな漫才行くぜから始まるのかな事務所どこなんだろう漫才行くぜ <laughs> SMA らしいですえ、ソニーソニーさん錦鯉さんとかザコシさんがいるとこほんとエラジしてますいやあれ面白えどんぐらい流行ってるの 実際問題なんかさ敗者復活見てるお笑いファンお笑いのかファンとかは流行ってんの流行ってないもしかしてでも YouTube チャンネルやってるよね本当に解説してますだよね見たもん僕それデブチャンネルあのめコーラをなんか飲むやつだからであのじじいの名前なんだよ <laughs> 隣のじじちょっとじじいすぎるなちょっとなんか美容美容 ちょっと力入れた方がいいかもしれない。なんか気になったもん。なんか、誰名前、あの自身の名前。丸いのが学ぼうでしょてか、待って、三十四歳じゃん。超若いじゃん。年だ、年だ、た、た、かひでさん。<laughs> だ、高ひでさん。<laughs> <laughs> え、なんだよ、名前。年だ、たかひでさんだ高ひでさんえなんで名前年だたかひでさん たかひでさんわかっえなんでじゃあなんであんなにさ美女悪かったのまあいいかそんな美女なマー麻婆豆腐の麻婆なんだって麻婆は前川正和マーボー,マー,ボーへえ麻婆麻婆か麻婆さんとたかひでさんたかひでさん 高枝さんちょっと待ってそのせん潜在写真ちょっと何か気になるな <laughs> もう僕じゃんその顔は <laughs> 写しちゃダメかこう,こういうの <laughs> <laughs> 天使と悪魔ちゃんもうだからマーボーがカンナちゃんだね <laughs> 天使の <laughs> こっちの <laughs> いやそう僕たちだった天使と悪魔の最終キ数のあの写真だったのねスタミナパンは本当にうちしてます <laughs> いや面白いそうマジで流行ってんのどうなの僕は家でも口ずさむぐらい言ってるよ一人で本当にうちしてます全然してなくちゃ本当にうちしてます 言ってんんのか芸人さんはだって耳に残るもんほんとにすごいよねあのほんとにほんとにラジオしてますじゃなくてさこう詰める感じがよくないほんとラジオしてまーすってそのここ詰めるんだっていうちょっとその感じがいいよねセンスあるなメロディーの面白っ はい、なんでスタミナパンの話だけどいろいろ話しました本編ではね「紅白」の話とか「さすけとかあの正月の話とかしましたはいじゃあ終わります本当 <laughs> <laughs> に終わります「ア <laughs> ナの,のオールナイトニッポン ZERO」は毎週火曜深夜3時から17でライブ配信しています誰でも無料でスタジオの様子を見ながら「オールナイトニッポン ZERO」の放送を楽しむことができますというわけで あのでした。高で。<laughs> <laughs> <laughs> また来週 <laughs> バイバーイ